おはようございます。おはようございます。チップタイガー終わったの見てる。まばたきするな、まばたきするなって言われてたんだよっていう話を、同じ職業にしかわからないその苦労や葛藤があると。私1年あのドラマに映画にたくさん活躍されてたと思うんですけども、その中でも一番印象に残っていることだったり、エピソードとか何かありますか？なんか素敵な人たちに出会えたなっていうのはすごく思います。あのそれは先輩もそうだし、お芝居する方たち、作り手の方たち、まあそうですね、やっぱりそこでしかこう感じられない、分かち合えない、あの苦しみだったり悔しさだったり悲しさが、まあ、もちろんそれはどのお仕事もそうだと思うんですけど、あの同じ職業にしか分からないその苦労や葛藤があると思うんで、プレイヤー同士でこう語り合ったりとか、先輩の話聞いたりとか、なんかそういう時間が多かったなっていう、まあ、普段は本当に一人で考えるタイプなんですけど、はい、全く誰にもお芝居の話とかしないで、あのその場にいることが多いんで、あのそうですね、なんかそれはすごく良かったなと思います。はい、中でも特によくお世話になった先輩だったり後輩の方でも、やっぱタイガードラマをやってたんで、松本潤さんにはお世話になりました、本当に。はい、どんなお話とかされてる？2時間ぐらいいいですか？端的に言われるとちょっと切り取られてなんか言われ方をしてしまうんで、愛と、仲間、作品への熱意、そういったものを教わりましたっていうのは、奥にいろんなドラマがあると思ってください。役所さんも、初めましてで、ね、ご挨拶させてもらって、タイガー終わったのって言って、見てる。時々だけどって、まあ、あとあの役所さんがお芝居される時に瞬きをしない、まあ、真剣なシーンで瞬きをしないっていうのをこう大事にされてるっていうのお話を聞いてたんで、それは本当なんですかっていうことを聞いたら、あの以前出会った監督に、あの瞬きするなって言って、あの真剣なお芝居の時は集中が途切れるから、あの瞬きするな瞬きするなって言われてたんだよっていう話をおっしゃってて、ね、僕それを実はあの実践していまして、シリアスじゃなくこう自然な時間を過ごしてる時は、まあ、全然まばたきするんですけども、あの集中する、まあ、そのシリアスなシーンの時はまばたきしないようにしてるんですっていうことを伝えてたら、あのすごく笑顔で、あみんなが嬉しいなって言ってくださってて、あのそんなお話ができる機会があるとは思ってなかったんで、すごく嬉しかったです。はい、英語やっぱ共演されたりとかも。そうですね、もうねえ共演ね、なかなかあのお会いできることもない、あんまご縁がなかったのはあると思うんですけど、もう世界の人というか、まあ、そんな役者さんですし、まあ、なんかいずれそんな日が来れば嬉しいですね。はい、ありが